地震とは、1995年5月28日現地時間の5月28日1時3分、ロシア、サハリン州北部の都市ネフチェゴルスク付近を震源として発生した M7.6 の地震。日本では平成7年サハリン北部地震とも呼ばれている。最大の被害を出したネフチェゴルスクは壊滅状態となり再建されなかった。 横ずれ断層型の様式で、長さ 35km、ずれ変異量 3.8m、最大ずれ変異量 8.1m の地表断層が出現した、主断層は直線ではなく5度から10度程度屈曲した複数のセグメントで成り立っている。また、地震断層の北端付近には4本の副断層が形成されていた。余震域は、 断層の震源付近から延長線上の7 0トルの範囲で発生した。また、地震の規模と断層長に比較して、変異量が大きな地震であった。菊池正幸による解析によれば、破壊は2つのイベントによって引き起こされた。また、ロシアの研究者による調査では、この断層に沿って複数回の地震が発生していたことを示すサンプルが得られ、 放射性炭素年代測定により、約1060年前、約1410年前、約1800年前に発生していたことが示唆されるとしている。震度計などの観測装置は設置されておらず、破壊の状況から推定。住民3200名のうち3、4が死亡した。生存者は約800名。倒壊したフルシチョフカ洋式アパートでの生存者は、 最上階にいた人が多かったとされている。被害総額は当時の為替レートで約4兆ルーブルとされた。木造家屋にはほとんど被害がなかったが、主要な鉄筋コンクリート製の建物40のうち20棟が、東海から大破、11棟が、中破した。特に耐震性が考慮されていなかった17棟の5階建て住宅は、瓦礫の山となり、 1989名の犠牲者を出した。なお、建物の固有周波数は2 3ルツで、地震動のうち2から3ルツの周波数成分が卓越しており、キラーパルスとなったため、壊滅的被害を生じたと考えられている。断層変異が最大となった村では、地表断層から数十メートルの範囲で樹木が折れ、倒れた。ありがとうございます。